フェデリコツッカリ、または、フェデリーゴズッカロ、ズッケリは、イタリアのマニエリスム画家、建築家。イタリア国内外で活動した。フェデリコツッカリは、1569年に、画家オッタビアーノでズッカレリストアントニアネーリの第8子、三男として、ウルビーノ公国のサンタンジェロインバードに誕生した。彼の画業は1550年、ローマで、すでに画家として、 成功を収めていたいた十三歳年上のニータッデオの工房に入った時に始まる。父親が息子を法学の道に進ませようと考え、長男のいるローマへ連れ出したことがきっかけだった。ニータッデオは弟の会が素業への卓越した才能に気がつき、彼を工房に入れ芸術的訓練を受けさせることにしたのである。百六十五年十月十四日。 フィレンツェのアカデミアデルディゼーニョに登録し、続いてタッデーオが1560年11月17日に、すでに会員となっていたテラサンタのサンジョバンに組合に加入した。兄の助手としてフェデリーコが行った最初期の仕事は、ローマ教皇ピウス4世の小邸宅の装飾及びパラッツォ・ファルネーゼの装飾であった。その他、画業の初期に返せられる作品は、 以下の通りである。フェデリーコはミケランジェロによって開始された、バチカンのパオリーナ礼拝堂装飾を完成させるために、またキアロスクーリの間のフレスコ画装飾を修繕するために、ローマ教皇グレゴリウス13世により、ローマへ招兵された。その後、ブリュッセルを訪問し、タペストリー織工のための実物王下へ絵の連作を制作した。 1574年には、イングランドに渡り、イングランド女王エリザベス一世、スコットランド女王、メアリー、ニコラス・ベーコン教、フランシス・ウォルシンガム教、ノッティンガム博、チャールズ・ハワード一世らの肖像画制作の依頼を受けた。この時期の重要な作品として、ルキアノスによるアペレスの記述にそう得た、誹謗のグルイが挙げられる。その後、2匹の犬と男、 天使たちとしせるキリストを制作した。1585年に、フェデリーコは、スペイン王フェリペ2世から、年2000クラウンの報酬で、完成したばかりのエルエスコリアル修道院の装飾の、仕事を依頼された。フェデリーコは1586年1月からローマに、帰還する1588年末まで、そこで働いたが、つっかりの描いた絵は、フェリペ2世に気に入られず、 多くは塗り直された。とはいえ、別れは平和的だった。我々は彼ではなく、彼を我々の元に送った人々を避難すべきであると、フェリペ二世は言った。つっかりの後を引き継いだのは、ペレグリーのティバルディだった。1595年、つっかりは、ローマ教皇シクストゥス五世商人の設立直居場を、得て、アカデミアディ・サンルカを設立し、その初代校長になった。 バルトロメオ・カルドッチは、すっかりの教え子だったと言われている。フィレンツェで、フェデリーコは、元アンドレア・デル・サルトの家で過ごし、その隣に、彼の発案による風変わりな建物を建設した。その内部を日常風景を表す、ルネッタ装飾で飾り、自画像と家族を描き込んでいる。ジョルジョ・バザーリ、すっかり、パッシ,シニアの、最後の審判の細部親戚で、 トスカーナ宮廷で一目置かれていた、フィオラバンティ・ディ・グッファイアのつてにより、バザーリの死により、未完のままとなっていた、サンタマリア・デルフィオ・ーレ大聖堂のクーポラのフレスコ画を完成させる仕事を獲得し、助手、パッシニャーノと共に完成した。フェデリーコは、ジローラモ・ジェンガの娘、フランチェスカ・ジェンガとウルビーノにて結婚し、7人の子供を設けた。同時代人 ジョルジョ・バザーリと同様に、すっかりは、美術評論及び美術史編纂に尽力した。1604年には、パビーアで、アカデミアデル・ディゼーニオの起源と進歩。ローマ出身の画家、彫刻家、建築家について、1605年には、マントバで、素描、絵画、彫刻、建築の愛好家への書簡、レタラ A、プリンチピー・シニョリー・アマトリ・デル・ディゼニオ、ピッツラ、 スカルトラやアーキテトラ。スクリッタダルキャバグリーアーフェデリコツカロ、ネルアカデミアインセンサタコンウンラメントデラピッツラ、オペラデルイーステッソ。1607年には、トリノにて彼の主張とされる画家、彫刻家、建築家のイデアが出版された。さらに、イタリアをはじめとするヨーロッパ諸国への旅行記も記している。1608年の パッサジオパーリタリアコンラジモラディパルマとパッサタパーボローニャイ・フェラルは著名である。アカデミー重視で反自然主義の画家、フェデリーコはカラバッジョの絵画を見苦しいものとして受け付けなかった。1585年から1588年にかけてスペイン王フェリペ2世の宮廷画家となったフェデリーコは1588年フェリペ2世から 貴族の称号と高額の年金を受け取った。1591年にイタリアに帰還したツッカリは、死の直前にカバリエーレの称号を獲得し、1609年7月20日、アンコーナにて70歳で病死した。ありがとうございます。